お昼ご飯中かな。ごめん、びっくりさせた。サンドイッチ食べてた。別にいいけど。あ、ごめんなさい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか。はい、なんでしょう。見て、めちゃくちゃ久々。あゆおが一人前に成長しました。もう今回はね、めちゃくちゃ久々に友達コレクションをやっていくんやけど、え、マジさ、どれぐらいぶり？2年近く？ 2 年以上じゃない？え？以上ではないよね。一人暮らしさせるとこあったんでしたっけ？あ、とりあえず。そうですよね。うんうんうん。それがいいと思っていました。入れる場所まだなかったんじゃないかな。あ、あった。あった。ふんふんふん。ってことは、なんなんこのシャープ。シャープ。まあ、私いつもこれ、確かそのままにしとったはずやけん。どこ？あ、こっちにあるんか。もうすっかりあれやね。忘れとるね。てか、すっかり成長しましたって言われてもね、いつの話よってことよね。え、待って。え、記号よね。あれ違う？記号じゃない？ここにあるわ。で、あゆお？あ、ゆ、お。ん？ってことはこれあれか。旦那は、え、誰？誰？一瞬、アユラとの子供かーって思ったけど、私女だわ。めちゃくちゃ普通に。はい、これで OK っすね。はい。今日からお世話になります。ふんふん。アユはアユナ島の住人になりました。今後ともよろしくお願いします。お願いします。記念にこれをもらってください。めちゃくちゃ久しぶりやけど、でもあれをね、飛び盛りとかじゃないけんさ、勝手に住民が出ていくとかいうことも、まあないやろうし。じゃ、久々やけん見るね。めちゃくちゃ久しぶりやけん見るね。いや、もうすっかり、すっかり新鮮なんだが。久々すぎて新鮮なんだが。いや、だってあれやもんね。もう、新しい家に引っ越してからは、まず 3DS のね、撮影用の機材とかもずっとしまい込んどったけんね。ずっとアプリか、スイッチか、みたいな。まあ、アプリも、まだ割と最近始めたばっかりな気がするし、始めたばっかりっていうか、割と最近またやり始めたっていうか、ね、基本的にはスイッチばっかりになっとったんかな。3DS めちゃくちゃ久々。でもあれよね、もうなんかサポートみたいなのはなくなったんやろ？あれやん、修理とかなったらね、めっちゃ大変じゃない？めっちゃ大変じゃない？要はなんかそういう公式のサポートが終わったけん、なんかちっちゃい修理してくれるところを自分で探さんといかんのよね。へえ、でも需要普通にありそうやけどな。ツイッターとかのツイート見よってもさ、3DS しよる人、まあ割と普通におるよね。私の中でさ、スイッチって全然、携帯ゲームじゃないんやけど。わかる？わかる？なんか 3DS ぐらいのサイズ感やったらいいけど、スイッチって持ち歩くにはでかくない？いや、確かに小学生とかでさ、なんかあの回転寿司の待ち時間とかに、めっちゃなんかやりよる子とかおるけど、スイッチのゲーム。ね。でかいなって思うもん。見て。昔のゲームももっと小さかったやん。見るねって言いながら、ほぼなんか、私が雑談しよるだけやけど。まあ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 。こんな長かったっけ、これ。割と、
もっと短いイメージやった。あれか、途中からみんな撮った件かな。びっくりするぐらい長いんやけど。確かに子供が生まれてから旅立つまでの成長やもんね。それ長いか。旅立つって言ってもこの子は島に残るけども、え、前までさ、あれよね、え、この島に残すみたいな感じでしとって、え、でも入れる場所がないけん、近すぎるよ、ちょっとしばらくまだ家族で暮らしてきますねみたいな感じじゃなかった？最後の方なんか私開けとったんかな、部屋。覚えてないや。え、めっちゃ水着なんやけど。後ろ。ね、お母さんめっちゃ水着で公園来とんやけど。どういう状態？お、また誰かから連絡来た。はいはい。この方、一人前に。もしかしてなんか子供がめっちゃいっぱいおったんかな。この子の成長のために旅に。何何ちゃんって、ともかちゃん。前にもおらんかったそんな名前の子。どちらがこの子のためになるでしょうか。入れるんなら入ろう。一人暮らし。あ、空き部屋ない。あの、きっと部屋だけ開けとったってことは多分私が自主的に開けたんよね。そっか、最後の方って多分。しばらく動画を見に来てない人とかコメントがない人とかそういう住人さんは多分退去させて、で子供を住まわせおったんよね。で子供もランダムでそのうち旅立たせおったんよね、きっと。うん、なんかそんな感じやったような気がする。おそらくそんな感じだったんだろう。くっそ、久々。あ、でもこれって、あれは？あの、なんやっけ？ま、勝手に出ていくとかはないにしてもさ、なんか、関係が変わっとったりとかはあったんじゃなかったっけ？え、なかった？なんか離婚しとったりとかさ、え、ごめん、そもそも私、どことどこがくっついとったとか、あの、交友関係とか、あの、もう、覚えてないけど、なんか変わっとったりするかな？リーちゃん。これ人間関係広がるやつよね。あゆなのそっくりさんでしたっけ？そうです。もうあの、すっかり忘れられてるかもしれないけども。今回こそは確かに忘れられてるかもしれんけど。お、いいんじゃないでしょうか。はい。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？真面目な話でいこうか。ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。そっか、こんな感じの部屋やったね。でもやっぱりな、3DS って今見てもそこまで、ね、画質も悪くないと思うよね。3DS のソフトさ、ね、結構好きなのいっぱいあるけんさ、動画としてあげとるやつじゃなくて個人的に持っとるやつやけど。お、レベルアップー。まだまだね、あの、販売終了するには早いと思うよね。道具。何を持っとって何を持ってないんかがわからんねえけど。あ、そっか、このチョン、チェックマークついてるやつがこの子に渡してるやつってことか。よね。シャボン玉セット。どうぞ。定期的に新鮮な気持ちで。ね、いろいろとね。実用品一応役をもらいました。あ、お疲れ様です。あ、どうも、お疲れ様です。一応役とか飲むことないけど。ご飯、どうぞ。いただきます。あの、栄養ドリンクとかやったらね、リポディが。結構美味しかった。あ、よかったよかった。ただ、栄養ドリンクは飲むんやけど、エナジードリンクとかは全然飲まんねよね。とりあえず味が好きじゃないっていう。これ遊ぶやつやったっけ？リンちゃんめちゃくちゃ呼んでる。
超絶読んでる。はい、遊びましょう。お、でもここあれやんね。夫婦ちゃんと。家には今、おらんかったような気がするけど。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。あ、そっかそっか。家は別であるんよね、一軒家が。これは個人の家か。重なった二つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、三つの選択肢から二つ選びましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第一問。これは何でしょう？この、え？いや、わからんって。お子様ランチは確実やろ？もう一個、ゆで卵で。ゆで卵とお子様ランチでした。ああ、だってもうすっぽり入るもんね。ゆで卵なんかみじんも見えてないもん。第2問。ででん。これは何と何でしょう？だから、でもあれは何？ガラスの靴？かな。多分右上から出とるのガラスの靴のかかとやろ。ふぐ刺しとガラスの靴で。イェーイ、これは微妙に見えとった。ふぐ刺し丸いもんね。最終問題。これは何と何でしょう？これはカップラーメンと、ジャガバタか？答えは、トーテンポールはもっとね、形が違う。よし、パーフェクト。一問目だけはちょっと運やったような気がするけど。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので、お宝マグカップをもらいました。ありがとう。あれ、サクランボかと思うよったけど、イチゴよね、多分。マグカップに書かれとるの。さっきもご飯あげた気がするな。どうぞ。結構美味しかった。よかったよかった。そうよね、一軒家があるんよね。ちょっと一軒家の方も見てみようか。とりあえずハートがないかどうかだけ。うん、ないね。確認して、もやってる人が、くまちゃんとクイーンの家。こんな音楽やった？なんかすごい、軽快な音楽が流れてる。お昼ご飯中かな？ごめん、びっくりさせた。サンドイッチ食べてた。別にいいけど。あ、ごめんなさい。実は、すごく大事なものもなくしてしまいました。すごく大事なもの？何？協力します。ありがとうございます。では、見つけたら知らせてくださいね。あ、そうなんよね。これ結局、見つからんまんま、みたいなパターン結構あるんよね。でもみんな仲良く暮らしてますよね。みんな仲いいと思うよ。きっと。きっと。はい、生ガキどうぞ。こういう関係全然違うとは思うけど。どうすか？まあまあ美味しかった。よかったよかった。さあ、それじゃあ。あ、そうよ。新しく入った、あゆおくんやっけ。部屋とか与えんとね。いや、まあ部屋はあるけど。じゃあ新しいスタイル、どこ？え？どこですか？あゆおくんよね。一番最初にあった。よし。今の時点でちょっと綺麗めな感じな気がするけど。あゆおでございます。どうも。目標が高いほど燃え上がる男です。何も置かれてないな、なんか。そっちの世界の僕も元気にしてますよね。君はもうそのゲームの中オリジナルの子やけん、こっちの世界の君はいないと思うんだけども。はい、餃子どうぞ。いただきます。うんうん。この世界で生まれた子やけんね。まあまあ美味しかった。うん、よかったよかった。結構何？真面目そうな感じの子？とりあえず部屋。どうしよっかな。男の子スタイル。黄色い壁。業界人。そっか、なんか、多いな、数。こんなにいっぱいあったんやっけ。北欧モダン。北欧モダンで行こう。どうぞ。新しいインテリアもありがとうございます。そうなんよね。このなんか、まあ、ところで、あつ森みたいな感じでね。なんか、住人の部屋一個一個もいじっていけるようになればいいのにな。
どこにいるんだ？あ、いた。さっきまですごい殺風景な感じやったけんね。快適？よかったよかった。これでも、結構シンプルめな気がするけど。はい。久々なので。ここから人間関係がどうなっていくかな。そして、服もね。襟付きセーター。まあ、今の時期的にも。どうぞ。まあまあ気に入った。うん。よしよし。お、もう早速レベル上がったやん。じゃあ、さっきインテリア上げたけど、ここでも上げれるやん。まあ、とりあえず、道具で、お勉強セット。いや、本でいっか。どうぞ。道具、本をプレゼントしました。この辺もね、なんかプレゼントによって、性格が変わっていくみたいな。なんかちょっとそういう育成要素もあれば、いいなと思うのだけど。ともこれ新しいの発表されるのかな？ね、そろそろされてくれていいと思うよ。誰って感じやけど。いつまでも、なんかもはやそんなにね、話題も上がらんなっとるやん。前まで結構、スイッチの新作発表みたいな時にはともこれ期待しますみたいなコメント結構見かけおったけど。はい、ゆうきさん。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲しましょう。相手のフィギュアを倒すカード表の外に出すと勝ちです。はい、スタート。久々やね。残った。なかった、なかった、なかった。イエイ。イエイ、やったね。手加減なし。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、チューリップをもらいました。あれやね、どれも女の子が喜びそうな感じの、プレゼントですね。この前、こちら、階段でこけてるのも見ました。それはあれだ。見ないふりをしてあげてください。はい、カツ丼どうぞ。よっぽど大きかしとるとかじゃない限り。どうすか？すごく美味しかった。え、こんな音楽やった？なんか若干音楽違わんかった。気のせいかな。そんなもん。服で、コマンドセーター。どうぞ。服、コマンドセーターをプレゼントしました。いつもありがとうございます。はいはい。僕からのお返しです。お、めちゃくちゃ物もらう。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。そっかそっか、そういえば金貨だの銀貨だのもあったね。売るやつなんやっけ。私結構溜まっとったと思うよね、多分。くっそー、久々にやってきたけど誰もハートがないよ。子供が生まれたりとかもないね。私ね、多分、結構いろいろと。基本的にね、全然売り飛ばさんねよね、私。いや、めっちゃお金貯まるけんさ。あ、そうよ、忘れとった。あれやん。あれやん。募金、募金。うわぁ。いつものローテも忘れとる。はい。募金ね。え、これ募金じゃなかった？募金ってどうやってやるんやった？え？なんだ？え？なんだ？じゃ、とりあえずあれか。ニュース見とこうか。ニーニュース。え、時間帯の問題？それかあれかな？久々に 3DS を起動したらさ、あの日付がなんか、何年っていうのも全然違ったし、なんか何月何日の部分もさ、1月1日とかになっとったんよ。え、あれもしかして初期状態みたいな感じになっとった？それを、操作したけんってことかな？そういうことかもしれん。え、噴水広場よね？募金があるのって。はい。確か。大
再現がお伝えしました。はい、ありがとう。多分そうやと思うよね。で、このマークがあれやろ？住民がおるってことやろ？いいね、のんびりと。この二人は？夫婦か？恋人？これは、誰さんだったかしら？一人は？ペッカナさん？かな？もう一人は？顔はね、思い浮かんどんやけど、あれやろ？なんか、ベジータみたいなお顔の子よね。違ったっけ？いや、きっとそんな感じやったはず。はい。それじゃあ、今回は、この辺で、終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、これからまたね、定期的にトモコレも上げていこうかなと思ってるので、あれはね、またちょっとずつやり方を思い出さなければいけないんだなね、ライブ配信はちょっとまだね、機材がね、安定してないよね。ちょっとでもなんか、線にぶつかったら止まるっていう。まあ、ライブ配信中も結構そういうのあったけど。